強くて弱いリンヤンマなのだ。この虫はスターターさんなのでしょうがないといえばしょうがないけど、ホスト部の割にレアリティもステータスも控えめで、全てにおいて同じトンボの鬼ヤンマに負けているのだ。そのためたとえトンボ強化が来たとしても採用されるかは怪しくて、とても辛い立場にいるのだ。そんなこの虫が輝く特殊ルールがあり、それが N 神器とスターター戦なのだ。ノーマルの中で唯一のコスト5の虫なので、ステータスは共に当然トップであり、この虫をワンパン可能なノーマルの虫はいないのだ。もちろんスターター戦でも1枚でワンパンは不可能なのだ。でも公式もおすすめしている NR 神器では R が入ってくる都合上、別に強くはないので注意なのだ。それにしてもメジャーなトンボだし、もっと強くてもよかったんじゃ。それじゃまたね、バイバイ。いるぜ、ここに一匹。ムクゲコノハなのだ。この虫は夜間飛行という能力を持っており、自分場に虫がいなければコストマイナス1で出せるのだ。この時裏側のカードはいない扱いになるので、隠れるを持つ虫やクスハのボフとは相性バッチリなのだ。とはいえ厳しめな条件であることは変わりなく、条件を満たしたところでコスト5が4になるだけなのだ。彗星にもこの奥ゆかしさを見習ってほしいものなのだ。またステータスはコスト5としては物足りなく、コスト4として見ても壁にはなるけど火力が足りてないのだ。この虫を採用する場合、隠れるを持つジグモはもちろん、ほぼ同じ条件で強くなる一文字せせりと組み合わせたり、青なのを生かしていっそ彗星に入れちゃうというのもありかもしれないのだ。敵の敵は味方ってことだね。それじゃまたね、バイバイ。4段新規カード紹介その12、極夜の丘なのだ。この術は逆夜の丘と反逆の蛮勇を合体させたような術で、場の幼虫として捨て札の成虫を入れ替えることができるのだ。逆夜の丘より手札消費が少なく、反逆の蛮勇と違い出した虫で攻撃可能だけど、成虫をどうやって捨て札に送るかが問題なのだ。ただ終盤使うことを想定するならその点は問題なく、一旦場に出した成虫が破壊されてしまった場合に使えばいいのだ。そのため後半がきつくなりがちだったウカデッキにとってのリカバリー手段となり、要求値の高さもある程度許容できるいい感じの術なのだ。そんなことより現状ウカして強いのがアレクサンドラトリバネアゲハしかいないので、もっと成虫や幼虫を追加してくれなのだ。カイコとカオウミノガとか。それじゃ、またね、バイバイ。シンプルイズザベスト、ミヤマクワガタなのだ。この虫はほぼ全ての赤をワンパン可能な赤キラーなのだ。特に水星に強く、水星全員をワンパンかつ攻撃を耐えることができるのだ。ただ赤以外には役割を持ちにくく、多くのコスト4同様レジェンドレアには何もできないため採用は難しかったのだ。しかし水星が水星ミラーを意識して採用するなら話は別で、水星が相手ならば場に出して使い、それ以外が相手なら餌場に置いてしまえばいいのだ。ちなみに赤すべてをワンパン可能かつパラワンも耐えるギラファや、ミスター水星キラーのロードハウナナフシがいるけど、この虫の方がコストが1低いのでしっかり差別化できているのだ。4段でより赤が強くなると予想されるので、今以上に活躍できるかもしれない期待大な虫なのだ。それじゃ、またね、バイバイ。ミノにこもるよ、オオミノがかっこ幼虫なのだ。この虫は技ミノにこもるを使うことで、体力500とコスト1の虫としては破格の数値となることができるのだ。この体力は弱点の攻撃200を耐えることができるため、同じコスト1の虫単体での突破はほぼ不可能なのだ。しかもこの虫はかっこ幼虫なため、イラガセイボウの食い破るのコストにすることもできてしまうのだ。このようにコスト1として非常に強力なこの虫だけど、ミノにこもるを使ったとしても爆熱弾で燃やされてしまうのは悲しいのだ。まあコスト1の虫で爆熱弾耐えれるの白帯やは吹きかっこ幼虫ぐらいだからしょうがないんだけど、という感じで速攻デッキの先行1ターン目に出す虫筆頭候補な虫なのだ。あと成虫も早く出してくれなのだ。それじゃ、またね、バイバイ。
実は国鳥、大紫なのだ。この虫は単体で見るとコスト4体力先攻撃400とパッとしないものの、コスト3の幼虫がいるため浮化系の術が使いやすいのだ。そうなると同じ色とコストの波揚げ派との差別化が重要になってくるのだ。この虫は波揚げ派のように特殊な技を持たない代わりに攻撃が100高いものの、攻撃400では攻撃役としては頼りないと言わざるを得ないのだ。しかし浮化前提で考えるなら300たす400イコール700となり、浮化した波揚げ派の200たす300イコール500に比べると差が出るのだ。浮化系の術の強みはコストの踏み倒しと連続攻撃にあるので、浮化前提ならば波揚げ派より優秀と言えると思うのだ。またネプチューンやカイコがいる状態でも出しやすいのも大きな差別化点なのだ。それじゃまたね、バイバイ。年々コオロリン、ゴマダラ落とし踏みなのだ。この虫は技ゆりかごにより体力を上昇でき、体力700になるのだ。体力だけなら落とし踏みの方が高いけど、攻撃の高さと偶数奇数の差の面からこの虫の方がおすすめなのだ。実際700は絶妙な数値で、爆熱弾でやられず弱点をつけても攻撃400がいるため、弱点以外ならほとんどのコスト4以下、弱点でもほとんどのコスト2以下の攻撃を耐えることができ、コスト2としては破格のスペックなのだ。特に最近の速攻は赤が手薄なことが多いため、この虫だけで結構耐えることができちゃうのだ。まあ現状水性がきつすぎ問題がある上、4段の生きた化石と軍隊連携も赤なので余計にきつくなりそうなのだ。でも緑炭を使うならぜひ採用したい虫なのだ。それじゃまたね、バイバイ。卵を産みつけろ、エメラルドゴキブリバチなのだ。この虫は唯一無二の技操り針を持ち、この技で虫を破壊すると破壊した虫を奪って好きに使うことができるのだ。奪った虫はターン終了時に破壊されてしまうけど、うつせみをつけて破壊の肩代わりをしたり、リオックの餌にするなど、やりようはいくらでもあるのだ。でも操り針でとどめを刺すというのが一苦労で、攻撃が100しかないので基本サポート必須なのだ。おすすめは金色のアギトで火力補強したり、薩摩錦を活用することなのだ。ただこれらの火力補強カードと奪った虫を生かすカードを全て入れようとすると、デッキ枠がカツカツになってしまうので、ある程度取捨選択が必要なのだ。個人的にはリオックと金色のアギトが無理なく入る赤炭で使うのがおすすめなのだ。それじゃまたね、バイバイ。でかくて強いジャイアントエタなのだ。この虫はロードハウと同じく水星キラーで、緑攻撃800でタガメ以外の水星と青の虫をワンパンするのだ。ロードハウとの差別化点は体力1300と、擬態しないので壁となってくれる点で、コスト4の息吹の解放や赤600を耐える壁としての運用ができるのだ。擬態がないので次のターンまで耐えるかはロードハウに軍配が上がるけど、この虫は壁になってくれるので縄張りを守ってくれるのだ。この虫は初期環境でもデスストーカーに強い緑として評価が高く、友人が流行った時はさすがに数を減らしたものの、友人が減った2段後期に再び復権し、4段ではネプチューンキラーとして活躍が見込まれているのだ。特殊な技は持たずステータスだけで環境についていくすごい虫なのだ。それじゃまたね、バイバイ。来るぞ来るぞ、怨霊の虫送りなのだ。この術は相手の場の虫1枚と餌場の虫1枚を入れ替えるという逆立ち返しのような効果をしているのだ。強力な虫を他の虫に交換できるのは強力なものの、同じコストで破壊ができる大麻の蚊やり火の存在が辛いところなのだ。大麻は NR 神器で使えないとはいえ、このカードは大麻に劣っているように感じてしまうのだ。とはいえ差別化ポイントがないわけではなく、相手の餌場の色を変えることができるので水生昆虫の邪魔をしたり、破壊でないのでうつせみの皮鎧を無視できたり、灯籠の大釜の効果を起動するのに使ったり、マンリブラリスを出してランデスを狙うなど、意外と差別化方法は多いのだ。相手がいい感じの虫を餌場に置く前提だけどね。タイマ強すぎ。それじゃまたね、バイバイ。